この嵐の中じゃ船が持たねえ。け断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じような。ね、あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はその辺りでしょう。そうなるとまた聖少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ。グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜ、こりゃ。それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていこう。こんな天気の山岡、さすがに危険すぎねえか。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。この先に進んでいくと古い聖堂がありますよ。そこで仲間と落ち合う予定なんですよ。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそうだ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるようここに残って整備しておきますよ。いや、しかしだな。こう見えて僕便利屋ですから、船の修理は得意なんです。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うんなら。ラカムったら強がっちゃって、未だにグランサイファー離れできないんだから。バカ言うな。そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。もちろんです。ラカム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。早くルリアを助けなきゃ。速やかなランを欲するなかれ。慎重に進みましょう。道が氷で塞がってんな。壊して進めねえか。避けろ、崩れるぞ。危ねえとこだったな。明かりが見えたぞ。おそらくそれが目的地の聖堂です。花かじ、薄紅舞。はなんだこの氷漬けの野郎は。ずいぶん賑やかになってきたじゃねえか。囲まれねえように注意しろよ。よっしゃ、全部やっつけたぜ。あまり待たせるのも悪いわ。先を急ぎましょう。
あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。おい、無事か？うん。ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな、待ってちょうだい。魔物と戦ってる。もしかすると地下まで通信が届かねえのか。そんじゃ早いことこいつを片付けて上に戻る道を探さねえとな。我が鉄撃刃が冴える。そこでっけえ氷の塊を引き出しやがって。こいつは大技が来るぞ。よっ。承知。そこ前のガラスが弱ってきたようだな。目に物見せてやったぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。うん、まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。教団を束ねるリリスの目的。え？イシャルシア、イシャル。氷の塊ばっかだぜ。どこに魔物が潜んでいるかわからないわ。油断はできない。感謝。ここを登れば地上に出られそうだぜ。よっ。誰もいないな。なんだこのでっけえ扉は。待て、何の音だ。こいつら追ってきたのか。外の吹雪が強くなって。どうやら向かい落ちしかないみたいな。一丁もさらば見えた。さすがにこのままじゃ自利品だ。なんとかしねえと。ヒルヒル、コーチ、まかないだ。すごい、ありがとう。ごめんなさい。期待に応えるよ。先ほど切り捨てごめん。源氏に一体何匹いるんだよ。倒しても倒してもキリがねえ。
そこ。目打ち破って明かせるの見えてやる。今個人は前バラのハグくらえ。せーに気に止まった。一刀だ。そこ。一体何が起こったの。待っておったぞ、旅の気空団よ。我はイストリアス、マロース表層院の長である。ぶしつけで申し訳ないが、ローランドの仲間というのは貴殿のことだろうか。いかにも。この山にアビア教団が来なかったか。赤い船なんだが、祭壇のあるこの先へと降りていった。キャツらが踏み入ったせいで星神様が覚醒してしまったようだ。ここでも星神様。この先に聖少女がいるのは間違いないみたいね。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はそれを鎮めに参った。ねえ、私たち教団の人たちを追ってるの、一緒についてってもいい？この先に続く道は聖域、道中の扉は我の術でしか開かぬ。だがよそ者であるウヌラをみだりに立ち入らせるわけには。ルリアは私たちの大切な友達なの。一緒に行かせてお願い。うん、どうか力を貸してください。ほう、我に力を貸せと。ことの葉は力になるというが、口から吐ける度胸はあるようだ。なるほど、マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、容易にならざる宿命を背負っておる。愛、わかった。好きにするがよい。やった、ありがとう。聖域ではあるが、毛量どもがはびこる道でもある。ウヌラにも働いてもらうぞ。望むところだ。さあ先を行こう。聞かねば。絶霊の座にいでまし星神よ。やっと、その手だ。心の門、隔絶の門を開き、導きたまえ。何？とんでもない魔力。私も氷の魔法には覚えはあるが、これは尋常ではないな。道を示せ。術はなく、参ろうぞ。この先にあるはトルダーヌ宮、星神様の噂すところだ。なんかいよいよって感じだな。気合い入れていこうぜ。ここの扉も封印されているわ。我に任せ。せっせっ。絶霊の座にいでまし星神、その気高き御心のもと、隔絶の門を開き、導き止まえ。歓迎されてんな、クソサミーって。息がいい連中だね。栄翔が途切れれば陣はならん。言おう。我は術式に集中する。毛量どもの相手を頼める。承知した、イストリアス殿。守りは任せてもらおう。そこ、切り開く。おい、魔物どもの狙いは
イシトリアスなのか。これあの広大すぎる魔力が引き寄せられているのかしら。しかしここはイシトリアス殿を頼るほかはない。シッするぞ。いや悪いわね。そこ切り開く。我が魔老師の名を。水の精霊、化粧化した姿をこの地に適応した結果、源氏の構え、迷宮失踪、果たしちゃうぞ。貫け真紅のバラにぶっ飛べ。屈指差しだ。これはどう。さらば見えた。いや源氏のこと一刀を持って切り裂く。そこ刃が冴える。ごめん。やばっ。切り開く。見えた。隔絶の鎖を解き放った源氏の構え。一刀を持って切り伏せる。打ち破る。さようなら。邪魔。狂い咲きなさい。せい。見えた。迷宮死す。咲かせるわ。串刺しだ。バラの神。インフィニットワンダー。その程度か。逃がさないわよ。真紅のバラよ。せい。そこ。間もなく。そのまま援護を頼む。見えた。これはどう。一刀を出せ。そろそろ期待に応える。またちょっと新しい敵が来やがりた。護衛なら任せて。よっしゃ、これで先に進めるな。ウヌラは大した手だれのようだな。さっきの比例を詫びよう。ふふん、もっと頼ってくれてもいいんだからね。うん、期待させてもらおう。吹雪が止んだ。胸騒ぎがする。急ごうか。入り口の扉も頑丈そうだな。我が開こう。絶霊の座に凛まし星が見よ。その手高きに心のもと、隔絶の門を開き、導き止まえ。波の魔物ではないな。みんな、イストリアスを守って。チリへと火炎。名機さらず戦撃。ヒルヒル打ち破る。見えた。いいぞ。一位精神に前。誇張時絶滅か。刃よ踊れ。邪魔。そこ名機か。我が決意。そこ切り開く。さらさ来て。ヒアリ慎重に進みましょう。名機ミャテル切り開く。打ち破る。走れ。私の方から魔物だ。くっ、はっ。うたかたに散れ。魔物の心の蚊に応えよう。くっ、切り打ち破る。刃が冷める。くっ、来る。そこだったわ。はっ。
かけたな。さ、行くぞ。いよいよね。妙だな、静かすぎる。この先が祭壇だ。うん、道を示せ。お、あれはルリアじゃねえか。邪魔をするな。容赦はせん。さえよ、刃。ルリアは渡さん。そこ、ね、ルリアちゃんに何をしたのか答えなきゃ。くっ、やっ、答えます。何やってんだ、ルリア。このやつに力を貸さない。意地の子、答えてちょうだい。ルリアちゃんをどうするつもり。だんまり決め込むつもりかよ。癒しの空づくで行くまで覚悟するのに。一刀さらだけのおかしなものを人に固まった方がいいね。チリへと変え、メイク打ち破り。なんすバカだから。あのガランチャといい、教団の連中はこんなバカなのか。あいつはアビア三将が一人いるか。その実力は強弾。いや、この空域で随一とし、ま、なるほど、道理でやるわけね。それほどの男が豚方に強い。やけど名義さらば教師とビーズの一人息子らしい。詳しいことはわからぬが、教団に所属する理由はそれだろう。親玉のせがれかよ。容赦は親孝行してるのは感心するが、物事の分別ってのがついてねえみてだな。ルリアの様子も普通ではない。消えろ。何としても
それよ刃。いや、こいつな、こいつ全く隙がねえ。切り捨てごめん。これで隊長ぶっ飛べ。さっきも今だ、クリア。シックスよ、氷務の勤労マナガルム。ズルでな、こたびは我がウムラを支援する。オーマイチェルシオンの息吹、我がマロースの陣をもって奮発せしめ。まだ敵に、やんだ、やった。星神様を沈めねば、この空域全体が妖光から隔絶されかねば、我が全魔力源氏の神楽村に託そうぜ。ありがとう。あとはオイラたちに任せてくれ。下を踏んで憲兵を痛め、急いで邪魔しないで。しかし何って速さ、狙いをつけづらいったらねえぜ。ヤツの動きに集中しろ。あの角にやられたらひとたまりもねえぞ。どこ行きやがった。いや、高速で移動している。仕掛けてくる瞬間を見極めに。この魔力の高まりはこれまでにない嵐を呼ぶつもりか。あの人は厄介だ。あれを叩くべきか。源氏の構え、戻った。そこ逃さないんだから。名曲一夜一夜押しかけてくるぞ。癒しの宣言、また出しやがって。手数を増やして地理品狙ってるんだろうが、そうはさせねえぜ。また仕掛けてきやがった。とにかく動き回りながら避けるしかねえ。強大な力を感じ、耐えしのぐことに専念しろ。すべてを糧に。チリエと火炎、しつこいわね。どうやって落とせばいいのよ。また素早さ重視に変更ってか。そろそろ目も慣れてきたところだ。皆さん、聞こえますか？なんとか応急修理は済みました。船はもう飛べます。ベンディアの兄ちゃん、どうかしましたか？何かありましたか？ルリアが。急いで船をつけます。しばしお待ちを。団長、
なるほど、そんなことが。我がついておりながら情けない。いえ、まさか聖書じゃなかった、腰神様まで刺激してしまうとは。僕の見通しが甘かったようです。しかしルリアちゃんの様子がおかしかったというのはちょっと引っかかりますね。あのうつろなマナコ、魂だけ奥底に閉じ込められているようであった。異質な首輪をつけておったが。首輪ですって？まさかローランドの何か知っているのか？ええ、以前小耳に挟んだのですが、もしかしたら教団で禁忌とされた道具かもと。禁忌？方針具、取り付けた相手の意志を封じ込め思い通りに動かすための魔道具です。あまりにも非人道的なため使用は禁じられていたはずですが。それがマジならよ、教団のやつら許せねえぞ。その首輪をぶっ壊しゃなんとかなるってもんでもねえのか？強引に破壊するのはまずいですね。ルリアちゃんの命に関わります。チッ、まあこの手のもんはそうだろうなとは思ってたが。解除方法はあるのかしら？魔道具に詳しい仲間が加藤シードホルムにいます。彼に会えば何かわかるかと。情報やザスバ一家か。おとなしく協力してくれるだろうか？心根は優しくいい人たちですから、きっと大丈夫です。うん、助かったぜローラン。あんたがいなけりゃ今頃途方に暮れてたとこだ。もっと頼ってくれてもいいんですよ。便利屋ローランに不可能はありません。ちげえね、グランサイファーにしてもそうだ。まさか雪山で修理までできるとはな。船の方はあくまで応急です。シードホルムの港でちゃんと整備してもらわなければ。では皆さん急ぎましょう。僕が案内します。困ったな。ルリアも心配だが船も限界だ。次の町まで持ってくれよ。再会したルリアの瞳は無機質に光を失っていて、僕の声にも反応はなかった。届かなかった。僕たちのよく知るルリアはもうあそこにはいなかった。教団の企みはまだ多くが謎に包まれていて、全ては始まりに過ぎない予感がする。僕たちはルリアを縛る方針具の情報を求め、押しつぶすような夜を開くように船を進める。やがて目的の島が朝日に包まれ姿を現す。その光が吉兆であることを僕は祈るしかなかった。